はいうですじゃあ、こちら今日最後はね、斎、え、藤、ー、兵庫県知事ですかね。なんか再出馬、出直し選挙のこの選挙出馬を表明したって。<laughs> すごいね。相当な鋼のメンタルかな。しかもなんかこの迷ってるっていうところからやっぱりありますっていうこのなんか決定の,なんかこの決め手になったなんかそういうきっかけがあったらしいんですけど、それがどうやらね。 応援してくれる、まあ、ある、えー、と高校生って書いてあったかな。激励の手紙だと。斎藤頑張れっていうなんかね。うん。なるほど。まあいいや、ちょっとね、見ていきましょうかね、えー。高校生から激励のお手紙が届いたんだって。で、それを読んで、ね、やめるわけにはいかないと。出馬を決断したんだってさ、斎藤さんがね。うん。まあでもこれ結局、まあどうなるか分かりませんよ。でも、兵庫県民の方が。 ね、もう一回この人でって仮にです、仮にですよ、ね、もう一回斎藤さんを選ぶってうんだったら、まあ、いいんじゃないですか、そうすれば。うん、で、えー、まあ、内容ですけども、兵庫県斎藤知事がね、26日の会見で、県議会の不信任決議に対して、今回の不信任を受けて解散はせず、30日付で失職するとで、えー、知事選挙で出直し選挙に臨むことを決めました。 そうおっしゃったそうです。なるほど、ね。その上で一連の問題について今の状況を学んだことを、えー、県民の皆さんに改めて心からお詫びを申し上げたいと。えー、私はまだまだ言いたがらないところ、未熟なところがたくさんあったと思います。一連の、えー、3月の20日頃からあ6ヶ月間、本当に県政が混乱していたことは認めざるを得ないと思いますので、えー、議会を解散せず、手直し選挙に臨むことを決断したのは昨日だと。 その理由を聞かれと目を潤ませながら昨日高校生に手紙をもらいましたと辞めないでほしいという内容だったと父のやっていることは高校生にとっても響いている面があるとマスコミの皆さんからの批判とかすごいものがあって世間も厳しい目で見ている人が多いけど彼としては負けないで未来のために頑張ってほしいという手紙をもらったとでその上でこういう状況でも高校生がエールを届けてくれたのでそこはすごくグッときたまだまだこんな自分でも期待してくれている人がいるんだと 受け取りましたと選挙は大変だと思いますけど覚悟を決めましたと言っていたそうですね <laughs> で斉藤さんが改めてこの改革を前に推し進めていくとで強い思いがあるんだとで兵庫県が抱えるこの巨額の負債事業の見直しについて触れ改革で得られた財源を県民特にこの子どもたちのために投資をしていきたいと で私はまだ知事の仕事をまだまだ続けさせていただきたいという思いがあって、今回辞職ではなく失職というのになりますが、出直していきたいと思いますと決意を述べていたそうですが、さあ、ご覧のあなたはね、どう思われますかね。いろんな、ね、この賛否両論があるかと思いますけども。まあ、誤解を恐れずね、えーまあ、個人的にこの思うところを言わせていただくと、今回はね、えー、まずこの公益通報。 まあ、犯人探しっていうんですかね、このなんか特定して,って追い込んでってこの、これはもう大問題ですよね、この公益,通公益者この通報のあり方は本当にね、このもう一から見直さないと、だからまあ、抜本的に、ね、この改善、改善というかもう改めないとあいけない、これはあの当然、えー、やらなきゃいけないと思うんですよ、うん、ただあ、その一方でね、この斎藤さんをこの擁護する意図はないんですけども、 とりあえず、こんだけもう集中砲火を、ね、もうそれこそなんかもうオールレンジ攻撃ばレにねもうありとあらゆるすべての方向から批判を、ね、もう叩かれ倒しているわけですよね。それでもね知事を続けるんだっていうまあ剥がれのメンタルとかね、うん、んか正気の沙汰じゃないみたいなことも言われてますけども。 まあこの人が言うようにね知事でありたい、知事をねこの職務を全うして県政を前に進めたいというこのね強い、どこまで本気かは知らないです。ただ、やっぱりそれなりにこの思いこの強さね強いのであればやっぱりこの知事選にこの立候補してまあ出直し選挙ですが知事になってもらう、もちろん僕がそうしろというよりはね兵庫県民の方が 県民の方がそう判断するんであれば、ね、それはそれで一つの,、ね、この結果としてねありなのかなとも思うんですよ。うん。ね、まあ、こんだけね、まあ、その根拠として、な、え、ん、ー、でかっつうと、こんだけ反対の声が、ね、反対の声どころか、もうね、ねあのー、なんだ死んで詫びろじゃないけどさ、ね、そういう声だって、ね、少なくないわけじゃないですか。うん それでもやめないということは、まあ、この人が言う県政を前に進めたいというのも、ね、まあ、本気は本気なんじゃないのかなと。うんね、なぜそこまでこのなんか本気で、ね、この取り組めるのかって言ったらまた別な理由がもしかしたらあるのかもしれないですけども、す少なくともこの強い思いっていうのはあって、でまあ、それをね、 まあ、首かしげさ、まあ、結局人も亡くなってるしね、うん、どうなんだよっていうのも当然ありますよ、うん、ただ、まあ、付け加えるのは今回の公益の者通報の件は知事だけじゃなくてこの辞職したこの側近最側近,側近,の,側近中の最側近の,この片山副知事、ね、この人にも当然責任はあるし、この牛タンクラブの件だってありますよね。 まあだから斉藤さんの,なんかこのね責任が軽くなるとかそういう話じゃないですけども、まだまだやっぱり明らかになってない問題がたくさんあるわけじゃないですか。てか、全然明らかになってないですよね、何も。だからこの例えば不信任決議案、ね、なのにね不信任決議案の提出に至った議会側もなんかおかしなところがあるんじゃないんですかっていうのは、やっぱりあるんですよね、なんか引っかかるというかね。うん あとはやっぱりこのハニ日クソマス組のこの報道の仕方ですよねこれは最初の頃と今現在と,、まあ、とも途中経過もそうですけどもこのどん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 てめえたちにこの都合のいいようにこの変わっていってるっていうのを多分見てる人はね気づいてると思うんですよまあ例えばまあ関西兵庫県ですかねまあカンテレにしてもそうだしあとはまあキー局でいうとこの富士山系なんか売りテレビなんかねなんかねこの物語っていうかさねえこの まあ,あいつらほら、よくこのね、このね、この造、嘘でたらめく置いて、ね、このなんか捏造でっち上げるってことは平気でやるよやる、そういうやつらじゃないですか。なんかこのなんかつ、てめえたちにこの都合のいいように、このなんか、ところだけこのなんかかいつまんで、このなんかつなげて、この物語をこの作ってるように感じるんですよね。だから違和感ですよ。例えばこいつらは、この基本維新のこの広報的な性質をこの担ってるんですけども、 まあ露骨にこの擁護すると、逆にこのメディアとしてのこの信頼性、そもそもこいつらもうね、半日くそまずくの信用も信頼も僕の中ではこの欠片もないですけども、まあ疑われると、疑いの目を向けられかねないと、一応この気にするわけですよ、こいつらはこいつらなりにですけど、そこで、例えばおねだりのような、別なこのチャラいネタですかね,ね、かつそれ自体が問題ではないものを用意することで、いやこののななんていうのかなある種、酒張りってうんですかね、っていうのをこの狙っているようだと。 だ最近までの,この批判的な記事とかも、今更ながらですけども、ね、改めてですけど振り返ってみると、なんかもうわざとらしいというかね、あ結局こいつらって,てめだ、ね、このクソマソゴムやクソマソゴム、てめたちのことしかやっぱ考えてないんだよなと。うんまあ、そんなふうにちょっと見直したりもしてるんですけど、僕個人的にはね。うんまあ、こいつらは、ね、この本来通るようなことがないことを通せるのかどうかっていう、いわゆる観測気球ってやつですよね。 こ,れこ打ち上げるじゃないですか、でその中のどれだけヒットすれば、その手段しばらく、ね、通用すると踏んで、ね、垂れ流し続けますよねあ、そういう意味で言ってますよ。うんまあ、あくまでも,、ね、あくまでもあ分かっている範囲内でのあ、まあ、感想ですけども、まあ、この今回、窒息を選んだ理由として、まあ、いくつか考えられると思うんですけども。 さすがにこの流れで議会を解散してね、その後もう一度、この不信任決議案を可決されたら、そこから出直し選出馬しても当選は無理だろうと考えたんじゃないかと。あと次にこの議会を解散してからの知事選になると思う、えー、その間にこのう他の候補者に対してね、まあ、誰を擁立するのか、出馬するのかしないのかも含めてですけども、準備期間を与えてる、えー、しまうことになるから。 でまあ、最後はあくまでも自分は悪くないから自発的に辞める必要はないっていう、まあ、そういうことも言ってますけども。っていうね、もう辞職なら再選しても任期は残された1年であるのに対して失職だと丸4年になりますからね、らまあ百条委員会とかでね、この専門家の人がね、この公益通報制度にこの反しているとの,この見解を出しているにもかかわらず、まあ、誹謗中傷性が強いと、まあ、あくまでも斎藤さんの主観的な理由ですよね。 それをこの突っぱね続けてで実際、この県の職員が亡くなっているわけですよね、それに対してはまあ一応無念というふうには言ってましたけどもでも自分の対応は間違ってなかったとっ言ってましたよね、うん、ちょっと自己肯定感がねきつすぎるんじゃないのかなと思いますけども、うんまあ、何せのこうなんか出直し選挙を、ねえー、兵庫県民の方が、ね、判断下すんじゃないかと思いますんで、ね、様子を見るしかないんですけども。 あなたはどう思われましたかね今回は以上です